アコーディオンの中に入っていってリードの調整を見ていただきたいと思います。はい、ちょっと目線が本当にこんな感じで、中にリードが入ってるんですね。アコーディオンっていうのはこれは MM の、 あの 2セットリードなんで、ここが最初の1列目の C の列、第2列目、第3列目っていう形で、まあ、ボタンアコの場合ですからこういう組み合わせになっています。でちなみにこういうふうに見ていただくと、あの見えます、あの皮が反ってますよね。ペロンと広がってます。そうですね、浮いてるでしょ、うん、でこれが非常に問題なんです。実はで例えばここの低い音なんかはそうなってないけど、ちょっと中音あたりがちょっとそんな感じで、あの皮が反ってあってます。これがあの問題なので、じゃあそれを実際にお見せしたいと思います。 どんな音なのかっていうと、ね、このリードは結構簡単に取り外しできるんですか。そうです、これ通常フックで、これでフックで引っ掛けて、まあ、あとネジでちょっと締めてあるんですけど、通常こういう状態で止まってます。こういうふうにさっきの調整したあの蛇腹の使ったあの道具ですけど、中が空洞になっててこういうふうに動くんですね。そうするといかにもアコーディオンを弾いてるような感じで音が出せる。おかしい音がいる。これ音が出ない。これは全部直さないといけないっていうような状態なんですね。こんな音になってる。これは弾けないから直しましょうということで今からやります。2種類の調律ボックスがあるんです。私の場合は。でこちらの方が腹調律をする。いわゆるリードの状態を目で確認しながら、まあ、悪いところは悪いところで直していくというこのための道具と、こちらの左の方の道具は出来上がったものをこうさっきのように押し引きしながら実際の音を出して、まあ、アコーディオンを弾いてるのと同じような状態にして、でひっくり返しながらこの中のリードを調律していくと。いうための、まあ、箱にボックスなんですね。微妙に役割が違うんです、ね、違うんです、はい、でちょっと後で撮っていただくと分かるんですけど、このこのリードなんかはちょっとこちらの方で、あの明らかにゆっくり風が入ると強くやるとゆっくりやると途中でこのスタッと蓋が閉じてますね。これサブ蓋側が、これ通常だとちゃんとしたもんだとこのこういう感じでほとんど同時期に作動するんですけど、こういうふうに時間差が出ていきます。で弾いた時もうんばんばんっていう感じで非常に嫌な感じの音になる。これを直していくわけです。でこれはもうこれを再生したりはこの場合はもうできない状態なので、あの全部外していきます。で合わせて今発見したのはここにこのリードについてはリード自体があの折れちゃってるんですね。だからこれはいくらやっても音が出ません。中のリードはまだ生きてるんですけど表のリードが折れてしまう。こういう場合はもう新しいリードを取っ替えて入れ替えるということになります。だからこういう取るときには
まあ、手でもいいんですけど、まあ、ピンセットでこういうふうにもうプチッと、取っていきます。でこの内側にも同じものが貼ってます。つまりリードはこの今ある外にあるリードと中にあるリード、これが押し引きで、これがそうですね、なってくるわけです。で当然ながら中にもこの革が貼ってますので、サブタザオがこれも取っていきます。まあ、悪くなった革っていうのはこういうふうに汚れがついてますよね。これは分かりますよね。で、あと新しい革をお見せしますけど、全く状態が違ってます。で、やっぱりこれはしょうがないので、長年使うとこういうふうに革が、まあ、汚れもつくし、腰も曲がるしっていうんで、こればっかりは。元生きてた鹿の革を、これは使ってるんですけど、ね、もうこれは完全に限界になってる状態の革ですね。まあ、よほど状態がいい革であれば一旦剥がして再生っていうか調整して使うことができるんですね。またそれもお見せしますけど、こんな感じで今こちらの方を外しました。で、あとはこういう特攻刀を使いながら多少そうですね、糊が固まったり古いサブタザの断片がついたりしてますので、こういうのをちょっとこさぎ落としていくと、そうすると接着がした時に平らにくっつくので安定した状態になると。まあ、そんなに神経質にこれ全部ピカピカになるまでしなきゃいけないというものでもありません。まあ、ある意味で少し粉のようなものがついてた方がこれ接着するときに接着しやすいっていうメリットも実はあるので、まあ、そこそこ落としていけばいいということです。まあ、これはちょっと乱暴かもしれませんけど、こういうふうに外すリードの裏にドライバーを入れて、こういうふうに今見えました。こういうふうにグッと押すと、もうこのリードは外れました。で、これはワックスというここに黄色いちょっと固形物が回ってますけど、これがワックスっていうんですね。このワックスでこのリードのプレートを保持止めてあるわけです。で今回はこの折れたリードを変えますので、もうこれ外しちゃったわけですね。普通はこんなことはまあしません。古いこれはまだ多少柔らかさが残ってますね。これは使えません。もう古いワックスは捨ててしまいます。なぜ捨てるかというと、粘性、いわゆる粘着性ですね、その粘性がもう失われてるんですね、このぐらいになると。でそれをあえて使ってしまうと、結局せっかくやり直してもこの粘性がないために簡単に外れやすくなる、トラブルの元になります。でこれに今から先にリードを交換してみたいと思います。音の高さによってリードのそのいわゆる小さなこのリードから中くらいのリード、このぐらいので、極端にはここにあるこういう大きな
きい。これはあの左用に使ってるんですけどね、こういうリードがあるんです。でこれを場所に 音の高さ音高というのがありますから、その正しい音高のリードをその交換に使わないといけないんです。これは今ではスマホでも測れますけど、C の5番っていう、C の5っていうふうに数字が出てますね。C の5ですね。このここにあるこれリードが今回の交換するリードの音高なんですね。これ今置きました。ちょっと長さ違うじゃないかっていう話があるんですけど、これ実はあの作られた年代とかあとリードもいろんなメーカーがあります。それによって実は規格はちょっとほんの違うんですね。現在の流通しているリードはこれなんですけど、この時代はちょっとリードが小さく作られてたんですね。だから置くとちょっと従来のリードに比べたら少し大きさが違うと、まあ、比べてみるとこれが新しいリードとこう約2ミリぐらいで、幅もちょっと違うのかな。でもまあ音高が合ってれば大丈夫なので、であとチェックすべきはこの中の部屋の幅と高さですね。高さがこのリードにちゃんと合ってるか、もし例えばこのリードっていうのはここが振動しますから、この振動する部分がここに当たったりするようなことになってると当然ながら音が出ません。ですからこれがちゃんとしたスペースがあることをよくチェックします。で細かく言えばこういうふうに綺麗に例えばこの場合なんかでちょっと狭いので、小型のであもうここで、ええ、あのカットしちゃう、中をいわゆる部屋を広くするですね。これだけで随分空気の流通が良くなります。これやらなかった場合はちょっとまあギリギリセーフかどうかぐらいの位置ですから、多少ちょっと広げてあげたんですね。そうです、付け方によってはなりにくいという状況になります。これはちゃんと貼り付ければちゃんといい音になるんで、一応リードはこれでいいと。で調律は後でもちろんやりますので、とりあえず細かなあの音の高さは無視していいです。こうだよね。とりあえずリードを貼ってしまいましょう。これからワックスで貼ります。ワックスを溶かしてもうすぐ使えるように用意したワックスです。でワックスっていうのはこれ天然成分でして、あの蜂蜜蜂の巣のいわゆるそこにある蜜蝋っていう蜜の蝋ですね。蜜蝋と松ヤニを主成分にしてあの作ったもので、自然のものから出来上がっています。でアコーディオンっていうのはあの皆さんが目にかかるのは大半がそうだと思いますけど、ワックス止めっていうこのリードをワックスで止めてます。で補強的にまあこういう釘も一部使ってますけど、基本的にはワックスで止めてるんですね。でこのワックスをはこれこういったワックスを溶かして流し込んで、流し込んだ瞬間にも固まりますので、その状態でもう、まあ、通常ほぼ半永久的に何かトラブルがない限りは使えますね。でもしトラブルが出た今回みたいに出た場合はさっきみたいにパンと剥がしてもう一回入れ直せばあのすぐにあの修理ができるという非常に簡便なある意味では優れた材料なんです、ワックスっていうのは。でこれは私の場合は、まあ、いろんな方法あるんですけど、電気ゴテをちょっと使ってあのこれ1個だけなんで
大したアクスは今こういうふうに溶けてますね。これ熱が入ってくるともうトロトロに溶けます。このトロトロに溶けてちょっとすくって、今見ていただいて分かりますけど、このここに垂らすんですね。こういうふうに今流れています。これを2回ほど繰り返せば片方終わると。でもう片方を、以前の人がなんか一回修理したみたいで、うんうん、古いワックスはあの一旦こう修理した跡がありますけど、まあ、こういうのは機能してれば別に問題ないので、で下も止めるとこれでもうワックスの作業がこの部分だけで言えば終わりです。で音を出してみるとという感じでちゃんと音が出てますね、うんうん、サブタ側を貼っていきます。今からサブタをちょっと貼るのを見てもらいます。でここにあるのはそのサブタの一部ですね。この辺りに使うサブタなんでそんな大きいサブタは入れてません。でリードの長さに応じてサブタがあります。それも2種類あります。1種類はあの貼ってあったこれと同じように、これは貼ってあったサブタですね。こういうふうな新しい革をこう使ってこれの代用品を作って貼るという方法と、もう一つはここにあるこれがプラスチックサブタですけど、もうすでにこの3層でこれこの1つのサブタが3層になってるんです。わかりますか？こういうふうにここに最初に1枚があって2枚目3枚目でこれを貼ってもいいんです。これ同じ長さでしょ。でこれパッと貼ればもうこれがサブタ。ただまあこれは好みの問題ですけど、中低音域は本革の方があの音がこう繰り返しこうサブタ動きますけど、その振動をするときにこの金属のジュラルミンにこのサブタが戻った時当たるんですよね、当然ながら。当たった時にプラスチックの場合ちょっとわずかだけどカシャッていう音がする。カシャッていうのはちょっと大げさですけどちょっとしてわずかな、そのノイズがちょっと気になるっていう人はこの革の方が比較的音がしづらいです。だからこれもあの、まあ、貼り方とあと経年によっては多少出てきますので、まあ、あんまり神経質になることはないんですけど、まあ、あのこの辺りまでは本革を貼ってここからこのプラスチックの貼るっていうのが私の通常のやり方ですね。で、音が高い方だとプラスチックでもあんまり気にならない。そうです、あの多分ですけどこの動きしろいわゆるこのムーブメントのあれが小さいので、あ、なるほど、音がしないんですね。こちらになると約1センチぐらい持ち上がってきますから、持ち上がった時のこの戻りがちょっと大きいから音が鳴る。そうです。もう予備にこういうふうに作ってあるんですね。多少あの張り替えるためにこれを使えばそのまま貼っていけますから、これでやってみます。時間。こういうふうに。リードの長さを合わせてみます。これ当然長いっていうのはまあ一目瞭然ですね。どのぐらい長いかって言ってまあ2ミリ半ぐらい長いんです。これはあのハサミでカットすればいいわけです。こういう細い小さく切れる、まあ、ハサミは私なんか使ってますけど、こういうのでカットします。そうすると長さがこういうふうにピタッと。ですね。で
張ったところに、これも皆さんご存知ですけど、ゴム製の糊でボンドの G17 っていうあの糊がボンドがあります。これかあのゴム製なゴム固まってもカチンカチンに固まらないで、ちょっとゴム製がちょっと残るんですね。柔らかいです。うん、でずれるほどは柔らかくなるんだけど、あの固まるんだけど、かといって瞬間接着剤のような形でカチンカチンにはならないので、その皮を張り替えたりするときにやりやすいし、うん、まあ、余分なところに糊がついて傷むってこともない。今下後ろ張りました。で張ったら張ってないところは音が出ない。張ってあるとか音出ますね。でまず裏側を連続的に張っていって、あと表を張っていきます。この一見外から見てこのなんか悪くな、まあ、色はちょっと違いますけど悪くなさそうに見えるこのサブタ側もあるんですけど、うん、やはりこの指で触るとこの先が硬かったりするんです。そうするとサブタのこの振動がやはりなんかなんていうんですか、まともじゃなくなっちゃうんですね。ちょっとビビついたり、それでさっきみたいにちょっと音が混ざったのですが、でこういう風にして手を張っていきます。表を張るのはもっと簡単です。こういうふうにして、正しいまっすぐ位置にして押すんですね。これで、これで押し。これは後で余分な長さをカットしていきますけど。揃えていきますけど、とりあえず張り込みだけ先にします。一応丁寧にこの辺りのこのブースターピンっていうんですけど、このピンがあのサブタ側の戻しやすくするためにこのバネがついてるんですね。小さなこのバネをやっぱ正しい位置に付きすぎた糊なんかはやはりちょっと外した方がいいみたいな。こういう感じで。ね、音が揃ってきたでしょ、うん、でこういうふうに貼りました。これ長さがちょっと長すぎるので、はい、こういうふうに切っていきます、はい、これもハサミで切ります。
こういう感じでもうこれが一本の一面の完成ですね。で音はまだ調律してませんけど、一応という形で、これはまだやってない方を弾くと、ちょっと違うでしょ。これがサプターを張った方と張ってない、まあ、こんな形でこの面の今度は張っていくわけですね。ここで一旦本体に組み付けた状態で音を鳴らしてみたいと思います。これを今は3本全部やってませんけど、これを全部3本やると、これは全部どれを弾いても綺麗な音になる。これはやってないとこは2本ありますから、こういう変な音、こうまとも、おかしい、つまりこれだけはまとも。皆さんのこの楽器の中でも、例えばこんな音が入ってたりすることがあると思うんです。それは明らかにサブタ側がちょっと曲がってるんですね。だから本当は貼り直す、そのサブタを一旦剥がして貼り直してまっすぐにして貼り戻せば大体治ります。ただその場合の寿命っていうのがすごく短くなるので、1年も使ってるとまた擦ってくるので、また同じような現象が起こるから、やっぱり新しいサブタに本当は変えた方がいいんですけど、まあすぐ入手できないという人は暫定的にこのサブタを、それをちょっとご案内してみよう。こちらをから見てもらえますか。ちょっと変な音をするし、ガシャガシャっていう、これを再生で、これは張り替えるんじゃなくて再生で直してます。これに今中のリードを取り出したんです、正確に言うとちょっとだけ反ってるんですよね、全く平らではない、でこれがノリがついてたところは白くなって、これは経年で少し汚れがついた跡が、でこれをどういうふうに直すかというと、この癖をまず取るためにこういうふうに丸めるんですね。で戻す、でまたしごいてまっすぐにする、こんな状態。もうこれでとりあえず再生の準備ができています。わずかこうするだけで音が少し変わってきます。たださっきも言ったように、あくまでこの暫定的な直し方なんで、最初より良くなったでしょ、ちょっとでもガリっていう音が残っちゃったんですね、これに。でこちらも同じなんです。こちらもほとんどまっすぐなように見えてちょっと癖がついてるので、これも直します。こういうふうにして貼ります。とりあえずこれが再生型の直し方、ただ音が
そのこちらと比べると安定感がちょっとやっぱりちょっと違うんですね。でこれがあのピアニッシモで弾いたりした時にちょっとあのブーっていう音がやっぱり出がちなので、まあ、あんまりおすすめはできない。ただしこういうこれ明らかに変な音がする場合は給与の自作として今みたいにあの癖を直してもう一回入り直すという方法であればあのこの G17 1個あればあとピンセットがあればできるという形ですね。